おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。寒い寒いですね。最近ってこれ撮ってるのがですね12月ですよ。はい、皆さん12月です。覚えておいてください。動画に出るのはいつかわかりません。だから言っときます。12月。めっちゃ寒いです。はい。外出りゃ冷える。夜勤の時もすげえ冷えるからなんで。寒さね、体力を奪う。うん。いやーでね、やっぱね、あったかいもんが食べたいと思うんですよ。うん。皆さんにね、おすすめするもんがあります。ちゃんとやって、ちゃんとうまいこと経営ができてるセブンイレブンのおでんはマジで美味しいです。僕がよくアルバイトで経験したね、ちゃんとやっていないセブンイレブンのおでんはね。今回使っていくのはね、バトルマスター。そして合成武器、キングアックスですね、これ。三足ロと覇者のものだったかな。はい。これを合成してできる武器です。レゲ、キングアックス、参ります。獣神さんと総体マサ。そして音はサイクロンとナイトウィッチ。行くぜー。おっと、出ました。動画で泣いてる。聞きましたよ。結構出てるけどな。特技5つ、雑な構成でございます。今日はこちらのチームを使ってね、ちょっとね、このチーム、なんでこのチーム出てきたかと言いますと、いやー、私ね、やっぱね、公式大会の知恵がありますんで。つまり、何が言いたいかと言いますと、このチーム、公式大会でそこそこ暴れたっていうタイプの、まあそこそこ強いモンスターが揃ってますからね。はい、ナイトウィッチ、サイコロンね、そしてバトルマスター、キングアックスともともにね、強い奴らなんで、大会でね、見たことはありますね。ただ、最終期にはこのパーティーはいなかったって感じですけどね。はい。さすがに最終期はデンタサウルスにね、負けたんですけど、いろんな意味でサイコロジャンは。それでもね、これね、今回、サイコロンとナイトウィッチだったのは、まあ、とある理由があるんですけどね。まあ。さあ、まずはね、このね、キングアックスの力、受けてみよう！うわーいいね。そうそうそう、やっぱね、バトルマスターは高い力と合成武器がね、そうしてきました。説明は不要説明不要、暗黒ゾーン、あーあー出たー。もう説明不要でしょ、この強さ。さあ、構えですが、3！ ランダム攻撃が3出ました。ドーン！いいねー、いいダメージ出るわ。というわけでですね、今回このチーム使った理由は、ナイトリッチ、サイコロンとも属性攻撃の技しかないんですよね。まあ、ナイトリッチは暗黒しかない。サイコロンは風しかないんですよ。はい。この技構成が非常に噛み合ってるんですよね、僕のやりたいことが。皆さん、ここにさらにね、これが加わるんですよ。ここにさらに加わるものがございます。ただやさえ強いだ。さらにここに DLC! 行くぜもはや手首は不要！はい、このフォース属性攻撃の威力が上がるという技なんですけど、SD カードなんですけど。まあ、わかりますよね。ナイトウィッチ、サイコロンは確実に属性攻撃が出るっていう関係上、相性がいいんですよ、フォースと。はい。で、こちらはどうだ？来たー！蒼天魔山だよ！青い閃光、蒼天魔山、受けてみよう！せいえい！こういうことですね。フォースの力を入れた蒼天魔山の爆発的な威力を誇るんですよね。まあ、まあ出ないこともあるんですけど、出なかったとしてもですよ。出なかったとしても、サイコロンと、ナイトウィッチは属性攻撃確定なんで、かなりのダメージをね、期待できます。本当に強いわ。もう終わりますね。さあ、手加減は不要。あ、お前役を見せてやろう。必殺の、あら、ナイトウェアソードだ！うー、強っ！これが DLC との合わせ技。まあ、先ほどはね、火力面。まあ、大きく。本当に強かったわ、火力面。いや、火力面が恐ろしいことになってたんですけども。まあ。想定魔山を引くかどうか、まあ、運なんで、まあ、そこはちょっとね、逆転要素みたいな感じですよ、どっちかといえば。安定して出るかっていうと微妙なところにはなりますんで。まあ、ただ、想定魔山出た時の破壊力は本当に素晴らしいことになりますね。はい。これ前回の動画にもね、見せたんじゃないかですかね。実は、想定魔山自体は。はい。想定魔山もね、属性がすごく良くて、雷と爆発だったかな？はい。それに関係上ね、かなりのダメージが期待できます。さあ、ちょっとね、パーティーをね、ニピールパーティー、さっきはちょっとね、あんまりのパーティーだったんで、正直。おいとひょいっとね、ひょいって、避けていく。さあ、こっから返しましょうか。獣神さんの一撃。キングアックスのね、獣神さんはね、弱いわけがない！いい打力で、いい打力でんな。打力って何？もうそして説明不要。ナイトリッチがいるだけでパーティーが安定します。攻撃は基本的にウドンだね。暗黒体制あるけど、まあ。さあ、
かまいたちに奥が出てほしいところ。一つ目のかまいたち、残念ながらね。さすがに、かまいたちがね、どうしてもな。これが6出るとね、本当にね、いい打点出るんですけど、回心度も高い。かまいたちはね、目が出るほど命中率や回心度も上がっていくからね。まあ、デインは大丈夫。全然大丈夫よ。さあ、こっから回心に来るわ。凍てつく波動来たよ。出た、凍てつく波動。さあ、凍てつく波動。これ、凍てつく波動はね、弱点なんじゃない？フォースが使えないよ。フォース使えないよ、ちょっと。まあでも、戦士遅いんで、フォース入れてみましょう。このね、DLC とね、強いモンスターの合わせ技っていうのはね、大事なところですよ。あ、凍てつく波動選べるかと。凍てつく波動弱いって言ったじゃん。俺 B 押してねえんだよ。八百長しちゃったね。目に見えて八百長してんだけど、皆さん、ついてきてください。行くぜ、フォース。さあ行こう。ただし、これ、十字に当てちゃうと、まあ意味ないですよね。まあ。さあ、ここで大事ですよ。いい動画のこと分かってる。青い閃光、蒼天魔山、せいや強すぎだっしょ。なにこれ。まあ、十字に出ちゃうとなって話だけど。で、他にもバトルマスター属性攻撃武器は一応存在します。あ、ザンマ刀とかですね。はい。さあ、かまいたちが6出た。フォースからのかまいたち6は強いんだよね。うわぁ、やばい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 。一気にね、もうフォースが、てか DLC のフォースが強いんだよね、単純にね。はい。DLC のフォースが、まあ強いわ。普通に。うん。これもギガデインさっきぶち込まれたのに、この差はすごいよ。で、サイコロナイト1ともね、もう全員打撃耐性ありますんで、こいつだって。まあ、大半がね、打撃を占めるこのモンバットのゲームではね、かなり有利な、対戦になってます。さあ、決めようか！決めようか！そう、DLC モンスターを今回用いなかった理由ですね。おっと、早い！ことの早かったか。バトルマスター先制すればもう確定だったんよな。素早さの関係上ね、バトルマスターが先制するだけでもう勝ちだからね。そうすればもう必殺技終わりです。そうです。DLC モンスター使わなかった理由は、必殺技を出すためですね。行きましょう。ラスト必殺技これで決めましょう。行くぜー。風と闇が合わさったらもちろんわかりますね。ドルマとバギクロスが合体して。そう。右手にドルマ、左手にバギー。行くぜー。ドルマクロス。主人公がね、斧を持って、闇と風が合わさればいけるはずですね。もう確定でしょ。さ、せーの、ドーン。いや、強いチームだな、やっぱり。ちょっと連勝ストッパー呼んできました。ちょっとね、このチームちょっとね、以前の動画から思うんだよ。勝ちすぎなんで、はい。まあ、強いチームを作ってれば強いんですよ、必然と。連勝ストッパー、邪神館登場。なんか来た。もうなんか来ましたよ。ほら、ほら出てきた。連勝止めに来てんじゃないか。もう完全に勝ちに来てんだよな、もう。しかも BGM までちゃんと2だし。この再現度やばいぞ、今回。もう BGM までちゃんと2を、出してきましたんで。さあ、魔王戦も、ね、もうレジェンドの最強格といえばムドウとハーゴンちょっと迷ったんですけど、まあ。今回はね、火力が高いハーゴンを選ばせていただきました。火力高いんでね、そう。生半可なチームは、このハーゴンたちの火力に踏み潰されるだけなんで、はい。さあ、獣人さん、獣特攻はちなみにありませんので、ご了承蒼天魔山がいいかな、弱点取れる関係は。そう、弱点取りやすいからね、蒼天魔山。さあ、邪神化の語源は降ってくる、はい、あやっやっぱね、そう、これだよ。会心出やすいし、会心出やすい、威力高い、バズーチャの爪痕もあるってことも考えて、あの、生半可なチームはマジでこのチームに踏み潰されるからね。これはもう要はね、あの、パーティーの試験みたいなもんですよ。これに勝てるかどうか、やってみようじゃないですかね。どうなんだ？さ、爪痕が弱いわけないんだよな、バズーちゃん。今回敵に回ってくるけど、イオナズン作るぞ、すげえ。さ、暗黒ゾーン来ました。さ、ナイトー暗黒ゾーン、いいダメージ出んの。あー、でも飛ばさないんだ。飛ばしてほしい。来たよ、超火力イオナズン。これがね、ナイトリッチがいてもダメだと思うけどね。やばいって。やばいって。やばいって、やっぱり。ナイトリッチが95でしょ、ようやく。ナイトリッチがようやく95なんですよ。サイコロ159度かかってたけど。やばすぎなんだよな、火力はな。129。まあまあ、これでも結局250出てるって考えたら恐ろしいことになってますからね。
いやー、まあ、ナイトチェン172かよ。バツつえな。さあ、かまいたちを作り出す毒が出ない不調でございます。それでもね、こんだけ出るからね。さあ、まだまだこっからですよ。いやーでもハーゴンたち早いよ。バズーとハーゴンが早い。うわーって結構食らうな。結構食らうな、打撃入って。さあ、青い閃光蒼天魔さんで。いけ蒼天魔さん、シャイ強いねー。で、だいぶ出るね、今。え ?500 ぐらい出てるの。でももうちょっと待って、厳しいよ。ちょっと厳しくなってるよ。だってもう、次のターンで終わるんじゃね。次のターンで負けるな、このままやと。いや厳しい戦いしてんな、やっぱ。やっぱ厳しい。おい、来たー。闇に飲み込んでいくスタイルね。闇に飲み、あれあれ、あ、つばぜり使えないのごめん、今ね、がばったけど、今つばぜりなんで使えなかったんだろうと思って。俺今つばぜりなんで使えないんだ。あれ俺何かがばったから多分ね、動画編集時に、ちょ、なんでそんなまさじゃん、10人じゃねえんだっけ皆さん、許してください。多分このパーティー、僕のガバプレイにより負けます。ちょ、だってガバプレイのせいで負けちゃう、このままじゃ。ガバプレイで負ける。今、がばったもんね、完全に。つばぜり合いしたら、ハーゴも止めれたもんね。あー、がばったねー。それがばったねー。終わっちゃった、あれこれ終わっちゃう、ワンチャンくれー。なんかもうね、意味わかんなくなってきたぞいや、もうとりあえずちょっと無道もやってみようかいや、まあ無道もやってみようかというね発想でございます。ハーゴはね、さっきね、ガバプレイとともにね、ちょっとね、不甲斐ない結末となってしまいましたけど、じゃあ無道はどうかやってみたいと思います無道の方が無理じゃない多分無道の方が厳しそうなんですけどね。あの、切り裂きピエロのデインあるじゃないですか。デインが多分サイコロちゃんが一番狙われるんですけど、別に弱点でもないわ。弱点でもないけど、サイコロちゃんが狙われるでしょ。多分ね、サイコロちゃんが呪文引き付けちゃうから、まあ、無道の皆様も多分結構行くと思いますけどね。はい。多分サイコロちゃんが180ぐらい。ドン！うわぁ！やっぱりあまり効いてないぞ。上からこんな出してたら強いんだよ。出てんだよ。構えです。1ですね。無道なんだよ。武道が勝ち弱点だから、かまいたち次第で化けるんだけど、きつい。さあ、獣人さん、切り裂けるか、武道。さあ、避けられないが怖い。おー、出るね。いいよ。多分、こいつらの感じはもうさすがに蒼天魔さん聞き悪いんで、まあ、デイン使ってますしね、こいつらが。武道もデイン使いますしね。やっぱり、もうサイコロちゃんがこうなっちゃうから、多分、デインの通り次第で武道はもうね、勝てちゃうんだよね。切り裂きピエロが以前で強いからね。もう、まあ、過去の動画でもね、散々証明したと思いますけど、武道は、ま、武道は強いよ。というか、強すぎるんだよね。強すぎる部類ですね。まあ、言うてしまうと、これはちょっといくらなんでも。普通に殴り負けちゃうんじゃないかな。一応3ターン目に光の玉使って勇気が溜まる可能性はあるんですけどね。囚人さんで、シャー！そう。この勝ち筋は、やっぱり勇気を先に溜め込んで、しかしそうはさせないんですよ。これがある以上はね、そうはさせないと言わんばかりに悪夢が飛んでくる。はい、ガウドさん。あー、でもナイトを寝ちゃったか。これは多分ね、光の玉使ってもさすがにね、無理だわなで、デインはね、まあ、サイコロちゃんです。サイコロちゃんしか行きません。切り裂きベルは賢い関係上ね、ほぼほぼサイコロですってなると厳しいね、これも。さあ、かまいたちを6でやってくれる、ムドに当たるか。よし、いいダメージ出た。ナイトリッチ、ここで寝ちゃう。いやー、ラリホーマー強いすぎるんだよね。でも、進化の日をワンチャンあるね。進化の日を使えばワンチャン勇気たまるか、主人公チームなら。やってみましょう。進化の日です。使ったのは。まあ、魔王サイドはね、スペシャルカードもちろん使うことができないので、ここら辺光の玉使って、うまいこといけば、このターンに勇気溜まった勝ちです。それだったら、さっきのハーゴンでも同じことができたんですけどね、よくよく考えたら。魔王戦の攻略は光の玉使って3ターン目までに勇気を溜め切れば、勝つ確率がかなり上がりますんで。さあ、蒼天魔さんに行く。あんまさすがに効かんと思うよ。あー、もう意外と効くんだね。意外と取りね。あー、勇気溜まんねえな。ナイトリッチが一回動けてなかったしね。
いや、きつい。きついかな。かまいたちの、あ、サイクロンか。ってことは、これは勇気が厳しいところでございます。あ、でもサイクロンでも結構出んね。あ、厳しいな。勇気たまんねえな、これ。暗黒ゾーン改心で勇気たまるかなっていうぐらいですね。いや、まあ、ナイトエッジ一回動けなかったんでかすぎたか。さすがに無理があったかい厳しいよな。いやー、これまで強いんだけどね、俺が生かしきれ、途中から生かしきれてなかったね。おー、ナイトー、ナイトー寝ちゃダメよ、ナイトーどうすんだよ。あ、あ、あ、さすがにこれはもう鬼が重かったか。